年収チャンネル。はい、年収チャンネルの株元です。宮崎彩です。上本です。ということで今回も引き続き質問に答えていきたいと思います。はい、今回の質問はですね、ウェブマーケターは一体どんな仕事をしていてどのくらい稼げるんですか。はい、ウェブマーケターの仕事ってイメージできます？できません。できません。はい、即答ありがとうございます。はい、なんか物を売りたいって時にウェブでどうやってこう売るかっていうのを考えてあげる仕事なんですよ。飲食店の集客を今までは看板とか電車のつり革だったりとかにこう例えばこう今まで広告を出してたと、でも全然人が集まんない、そういうところに対して今度ウェブで集客していきたいっていう時にウェブマーケターが活躍するんですね。じゃあ新宿で焼肉店を開きたいっていう時に、その新宿焼肉で検索した時になるべく上に来るようにしたりとか、検索連動型広告って言って検索した時に上に出てくる広告を出したりとか、あとは食べログとかでうまく人がこう来るようなデザインとかキャッチコピーに変えたりとか、まあなんかいろんなやり方があるんですよ。でそういうのを考えて実際に Twitter だったりとかインスタ、Facebook みたいな SNS を駆使したりとか、あとは Google、Yahoo で検索した時に上に来るようにしたりとかっていうのをトータルしてできるのを Web マーケターというふうに呼びますね。年収どんぐらいで稼げるのかっていうのは、まあ、会社員でいうと1000はいかないですね。800万円が限界かなっていうところですかね。500から800の間の人が多いと思いますね。ただ独立してウェブマーケターとして名乗るのであれば、いろんなクライアントさんのところに業務委託でウェブマーケティングは全部僕に任せてくださいって言って入って SNS だったりとか Google、Yahoo だったりとかっていうところを人が来るように設計してあげて、ホームページのデザインとかも全部設計してあげたりとかするっていう感じで、月に2、30万もらってそれを何社か掛け持ちすれば月収100万ぐらいは狙える職業なんじゃないかなっていうのがウェブマーケターですね。じゃあ先ほどのデザイナーよりかは、まあ、少し夢があるかなと。そうなんですよね。ウェブデザインっていうのは、まあ、やることが決まって最後コストとしてなるべく安くできたらいいよねっていうところであるのに対して、ウェブマーケターっていうのは人が来れば来るほどお客さんも儲かるわけじゃないですか。そのお客さんの売上向上ってところに結構近い位置で貢献できる仕事の一つなので、結果が出たらお客さんはもっと頑張ってって言ってお金を払ってくれやすいと。なので稼ぎやすいんですね、デザイナーよりは。これで答えになってれば、まあ、こんな感じで引き続き質問があれば随時お答えしていこうと思います。はい、本日はここら辺でありがとうございます。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。これはめちゃくちゃ役立つからね、ぜひゲットしてください。